身振りさんに合わせて動きましょう。よし、今日も頑張るぞ。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。前かがみにならないように気をつけましょう。ラスト1回。はい、OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。くるぶしが上を向くように意識しましょう。ラスト1回。はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ。はい、OK です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。体が後ろに反らないように注意しましょう。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。お手本の速さに合わせて。ゆっくりひねろう。肩に力を入れずリラックスしながら行おう。
足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり戻そう。上半身を大きく倒しすぎないように注意して。お腹に力を入れよう。ハートが少ない。さ
りと押し込み続けよう。しっかり水分を取りなよ。アームツイスト。なるべくしっかり両腕を締めろ。吐きながらお腹に力を入れて。ハートがすく。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。座骨を左右に開くイメージで行おう。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。二の腕を外へ回すときは胸を広げる意識で。パーフェクト。うわぁ、何かとんでもないことしてきそうだね。ここは強力なガード張るしかないね。腰を落として、リングコンを強く押し込み、足も曲げ続けて。怖かったけどよく耐えたね。無理せず水分を取ろうね。英雄一のポーズ。ゆっくり左へ倒そう。ゆっくり戻そう。曲げた膝が90度になるのが理想だよ。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり戻そう。お腹に力を入れ、腰が反らないよう注意して。いい動きだったよ。腹筋ガード。押し込むとき足は軽く曲げて。キルを選ぶ。アームツイスト。なるべくしっかり両腕を締めろ。お腹に力を入れよう。
なかなか手強いね。頑張れ。英雄2のポーズ。ゆっくりひねろう。ゆっくり戻そう。肩に力を入れずリラックスしながら行おう。ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーを全身へ。ビクトリー。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。おおおおやっほーほっほさあ、準備はいい？絞って。私の準備はできてるよ。絞って。ラスト。ふう、絞り切ったね。Good job.
ナイス、いい感じ。グッド、姿勢回転の効果が期待できるよ。グッド、ナイス、いいよ、その調子。お腹に力を入れて呼吸しよう。いい感じ、グッド、ナイス、ブラボー。遠くまでホバーすると高得点よ。
なをどこへやった。スキルを選んで。ワイドスクワット。さあ行くよ。息を吸いながら足を曲げよう。いいね。ナイスマッスル。よし。よしよし。吸い取れちゃう。オッケー。いけいけいけ。よしよし。いけてる。よしよし。かっこいい。
ワイドスクワット。さあ行くよ。つま先をしっかり外側へ向けよう。いいよ。よしつやっつや。オッケー。いけてる。オッケー。
少ないよ。腰を下げて伸ばしてトリそれではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。
不安な場合は壁や椅子などを支えにして行いましょう。ゆっくり体を戻します。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて、左の股関節を伸ばしていきましょう。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。膝が内側に入らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。両手を上げて左肘をつかみます。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。呼吸を止めずにゆっくり伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。